鹿児島防災スイッチ今日は mbc アプリでの情報収集についてご紹介します mbc アプリのトップ画面には県内のニュースや雨雲の様子天気予報などが表示されています左右に移動すると詳しいページが表示されます画面の下にある暮らしの情報から市町村情報のページに進むと 市町村が発信した暮らしの情報やイベント情報を見ることができますまた、災害時には避難情報を確認することもできます天気のコーナーには警報や注意報など気象に関するもののほか各地の標高を調べることができるページもあります気象警報や避難情報の発表は自動的に通知される機能もある MBC アプリ災害時だけでなく 日頃からの情報収集にぜひお役立てください。